こんにちは、メユです。ブレンダー初心者がお届けする初心者のための動画です。独学なので間違えてたらごめんね。今回はフリップフルイットです。このアドオンは流体シミュレーションです。公式サイトの基本操作を簡単に説明していきます。まずはドメインオブジェクトを作成します。シフトプラス A で立方体。この立方体の中で流体シミュレーションを行います。物理演算プロパティを選択します。フリップフルイットを選び、ドメインを選択します。水が入る器を用意したので、次は水が出る場所と障害物を作ります。シフトプラス A から UV 球を2つ作ります。1つ目は S でサイズを小さくして GZ で上に移動します。この時必ず立方体の内側にしてください。もう1個は障害物なので、大きさも形が何でも構いません。障害物には右クリックからスムーズシェードをかけます。先ほどと同じやり方で流入口を設定します。 UV 球を選択してから物理演算フリップフルイットタイプを流入口に設定。続いては下の UV 球を選んで障害物を設定します。右下のフレーム数をもう少し小さな値にします。シミュレーションの時間を設定しています。ここまで来たらあとはベークをクリックするだけです。ベーク処理をしてあげないと再生をしても何も起こりません。ベークには時間がかかるので気長に待ちましょう。終わったようなので再生してみます。できましたか？次は落下速度を上げてみます。流入口を選択すると XYZ と表示されている場所があります。現在は Z 方向に流れるため、 Z の値をマイナスにすることにより下方向へ少し早く落ちることができます。 Z を選択してマイナス3と入力してみます。ちょっと分かりづらかったかな。フレーム数を見てもらえれば違いが分かると思います。今度は Y 軸をずらしてみます。真下ではなく奥側に向いていることが分かります。特定方向に水を移動させることもできるのですが、今回は省略します。今度は粘土を追加します。物理演算からワールドを選択します。ビスコシティからイネーブルにチェックを入れます。ベース値を 0.01 に変更します。さっきよりドロドロしていますね。流体の表面が粗いので滑らかにしていきます。水部分を選んでスパナ、係数を 1.5、 リピートを8にしてみます。こちらは変更の際ベーク不要なので好きにいじってみましょう。先ほどより滑らかになっています。こうやって見ると違いが分かりやすいかな。サーフェステーションにチェックを入れます。ベースの値を 0.5 に設定します。とっても滑らかに表示されています。今度はもっとドロドロにしてみます。サーフェステーションのチェックを外します。
ビスコシティのベースの値を点に設定します。さっきよりドロッとしました。しかしまだ足りません。障害物の摩擦を加えていきます。障害物を選択して摩擦の値を1に変更します。摩擦力が上がったのでとどまる時間が長くなりました。今回はここまで。フリップフルイットだけでもあといくつか動画を上げるつもりです。それでは良き 3D ライフを。